歴史的にも珍しい女性のスタジオミュージシャンベーシストキャロル・ケイについて。 週だったから、うん、あの日本直販のラジオショッピングのコーナーではい、はい、オールディーズのコンピレーションアルバムっていうのをご紹介したんですよ。はい、147入りだったかなとにかく5枚組の CD セットボックスセットで、はい、もうあの曲名は分かんないけどなんか聞いたことあるぞっていう有名なオールディーズの曲がたくさん入ってる CD セットなんですけどそもそもオールディーズって何かっていうと。はい まあその名の通りオールドというかまあ古いヒット曲っていうような意味ですかね1950年代あるいは60年代にヒットしたポップスあるいはロックの曲を指すことが多いんですけどそのラジオショッピングのコーナーでちょっとねふと思い出したんですけどそういうオールディーズの輝かしい名曲の数々本当に数えきれないほどの名曲の数々でエレキベースの演奏を一手に引き受けていた一人の 超売れっ子ベーシストがいるんですよ2020年ローリングストーン氏が選ぶ史上最高のベーシスト50選でも第5位に選ばれている、はい、その名もキャロルキャロルという名前で気づいた人もいるかと思いますがこの方女性なんですね、うん、女性のベーシストなんです。まあはい このご時世ね肩書きにこの女性何々とか女流何々なんていう風につけるのはまあちょっとナンセンスというかね,うねあのな時代かなとも思うんですけど、うん、今から話すお話はな、うんせ1950年代60年代の話ですからしかも超閉鎖的なそのスタジジオミュージシャンの世界ですよやっぱりね女性のそういうミュージシャンスタジオで働く職業ミュージシャンって本当に当時特に珍しかった。 クラシック畑から駆り出されるそのストリングスセクションつまりバイオリンとかビオラとかはそれなりにいたしコーラス隊の女性の方とかは多かったけど <laughs>、はい、やっぱりそのギターとかベースとかドラムとかそのいわゆるロックバンド系の楽器の女性の 職業ミュージシャンってやっぱりすごく珍しかったんですね当時で、えー、やっぱりそういうロックバンド系の楽器の女性スタジオミュージシャンは長いこと彼女たった一人だったというふうにも言われてます<ー>まあ今でも女性ベーシストって人口としては決して多くはないような印象があってうん,うんあの当時としてはやっぱりもう珍しいなんてもんじゃなかったと思うんですね<ー>そんな女性のベーシストキャロルケイのキャリアを本日は振り返りたいと思います 実ははこの人元々はギタリストでした10代前半にすでに、ね、ジャズクラブでプロとして演奏してジャズギターを教える仕事も,もうすでに10代でしていたってい,、まあ、いわゆる振動タイプですよね。でスタジオミュージシャンとしてもまず最初にギタリストとして売れっ子になります。今でもあちこちでかかるいろいろなオールディーズのヒット曲で彼女のギターのサウンド演奏っていうのは聞くことができるんですが今かかっているこのリッチー・バレンスの「ラバンバ」っていう曲これもどっかで聞いたことあるんじゃないかな。この 印象的なイントロのエレキギターも彼女が弾いてるんですね,ですねだら知らず知らずとこの人のギターの演奏を聴いてる人多いと思うんですうん、うん、で、まあ売れっ子のセッションギタリストとして忙しい日々を送っていたキャロルなんですけどある日ね、うん、あのレコーディングセッションにベーシストが来なかったんですよ、はあ、これ多分二日酔いとかで寝坊したんですかね <laughs> あのとにかくもう始まる時間になっても来ないと <laughs>、はい、で、しょうがないからじゃあ,まあ私弾くわって言ってベースをキャロルが弾いた ギターの低い方ギターって6本弦があってはい、はい、そのうちの低い方の4本の弦を1オクターーブ下げたのがエレキベスなので一応ギターが弾ければエレキベースを急に持たされてもどこにどの音があるかは一応分かるは分かるんですよ上手に弾けるかどうかは別としてね。はい とといいうわけで多分じゃあキャロルててよっっことになったんだと思うんですねで,すでまあ凄腕のギタリストであるキャロルが、まあ、その場の流れで仕方なくベースを弾くことになったわけなんですよベーシストが来なかったから。うん、ところが、うん、いざ弾いてみると「うん、あれ君ベースも結構いいね」。 いう話になって、評判になっちゃうんですよ。なんかベース上手いよこの人っていう、センスいいよっていう。で、キャロル自身もギター弾くよりベースの方が楽しいかもって思い始めちゃうんですね。なんかそのキャロルがインタビューで話しているところによると、それはやっぱベースコスが曲の雰囲気を決定づけると。 まあなんせベースですからね一番下の低音の音で曲の土台になる部分ですからす、ねうん、主役の歌に対して自分がどう動くかによって全く曲の雰囲気が変わってくるっていうそこがすごくね面白かったみたい彼女にとっても。<ー>でキャロルのベースは業界内でどんどん評判になって、はい、フィル・スペクターっていうもう音楽の歴史に名を残す偉大な音楽プロデューサーが気に入ってしまってですね、うん、もう彼のセッションではほとんど多分ベース弾いてんじゃないかな。<ー>で ビーチボーイズのブライアン・ウィルソンなんかもすっかり彼女のベース気に入ってしまってビーチボーイズとかでもかなりの曲彼女が弾いてるんですよで。とにかくそういう風にして当時ヒットした多くの西海岸発のロックやポップスの大ヒット曲でキャロルがベースをまあ弾いていたわけですね。で何もロックやポップスだけじゃないですよロサンゼルスはなんせテレビと映画の街でもありますから、うん、一番最初のオリジナル版のテレビ版の「ミッションインポッシブル」のテーマ曲の冒頭。はい でん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 デンってあれ弾いてんのす、ね、そうなんですかすごいそうも,うもう誰しもが彼女のギターやベースの演奏をもう知ってる聴、えー、いてるわけですね知らず知らずのうちに。はい、でただですよこの1950年代から60年代にかけてっていうのはスタジオミュージシャンがクリエイティブな職業として尊敬されそして名前がちゃんとレコードにクレジットされるように徐々になっていった時代なんですね。うん まあちょうどその移り変わりのその時期だったというかまあこの番組でもねスタジオミュージシャンの話ってよくしますよねスティーブ・ガットだったり村上ポンタ修一さんだったりそんな彼らの話をした時に折に触れてこのスタジオミュージシャンっていうのはただ楽器が上手に弾ければいいっていうわけではないんだよと。 話をしてるじゃないですか、うんうん、その曲をレコーディングする時にその場で即興で即席でアレンジをする、うん、その能力の高さであったりセンスの良さっていうのが非常にスタジオミュージシャンとして売れっ子になるには必要なんだよっていう話をね、えー、過去にもしたことあると思うんですけどはい、はい、1950年代となるとアメリカでもまだまだ。 編曲家の先生であったり作曲家の先生が譜面に書いた通りのことを間違えずに上手に弾ければいいというようなまあ弾ければいいっつってもそれも大変難しいことなんですよなんだけどそういうその,職人の世界だったわけですそれがロックが誕生したことによってそのバンドメンバーが集まってわちゃわちゃ曲を作るっていうこの文化が生まれたわけですね。でキャロル・ケイが活躍していたっていうのはちょうどその文化が生まれた頃の話なんで。 つまりですよスタジオミュージシャンの名前がちゃんとレコードにクレジットされるようになる、うん、ギリギリちょっと手前の時代の人なんですね。ああなので,なで、ね、彼女がどの曲でベースを弾いてどの曲でギターを弾いてるのかって正確には分かってない。ああそうなんだ、うん、で ただ言われてるのは、はい、彼女が参加した曲っていうのは1万曲を超えると言われている。1万曲ですか 1>,？1万曲です。1万曲すもう1日3つも4つもレコーディングセッション掛け持ちしながら、はい、で3人の子供を育てるという<え>すごいスーパーママやスーパーママだったんですよ。すね例えばモータウンのヒット曲の数々なんていうのは今まではモータウンってロサンゼルスじゃなくてデトロイトのレーベルですから、うん、あのデトロイトのやはり伝説的なベーシストジェームスジェマーソンという人がいるんです。 けどこのジェームス・ジェマーソンが弾いたベースを弾いていたって考えられていたんですねで実際ジェームス・ジェマーソンってさっき言ったローリングストーン氏の史上最高のベーシスト50選で第1位に選ばれてる人なんですよすです、ね、だからモータウンのヒット曲の数々はこのジェマーソンが弾いてたってみんなそういうふうに思ってたわけです、はい ところが実はモータウンって60年代半ばに,ロ,スにもスロサンゼルスにもスタジオを死者を持ってたんで <laughs> ダイアナ・ロスからマービン・ゲイからあるいは若き日のスティービー・ワンダーに至るまでかなりの数のヒット曲を実はデトロイトのジェマーソンではなくてロサンゼルスでキャロル・ケイが弾いていた。 これも近年になって当時の支払い調書なんかの帳簿資料が発掘されて分かったことだったんですよ。みんながその史上最高のベーシストジェマーソンが弾いていたと思っていた曲のベースを実はこの。 当時めちゃくちゃ珍しかった女性のキャロル・ケイっていう人が弾いてたんだって割と世界がひっくり返るような発見だったりしたんですよねい面白い、はい、でい、まあ、モータウンの曲かけようかなとも思ったんだけど、はい、今日はキャロル・ケイのベースのサウンドの特徴が、まあ、特によくわかる曲をかけたいっていうのもあってうん、うん、っていうのもキャロルっていうのは初のプロ女性エレキベース奏者であるばかりではなく、はい、実はあることでも第一人者とかパイオニアなんですよ。何か,ですかこのね ベベーーーススをギタででで使うピックで弾いた最初のベーシストなんですよキャロル系<え>どういうことかっていうと、はい、そもそもエレキベースっていうのがこのように誕生した時って、はい、エレキベースを弾く人ってみんなもともとはコントラバスを弾いてた人なわけですよウッドベースというか大きなねあな縦にして弾くやつね,、はい、あ,ねあれって指でで弾くんですよです弦をうん、うん、だからその人たちがエレキベース持ち替えたら当然指で弦を弾くわけ。はい、なんだけど さっき話したようにキャロルケイって元々ギタリストなんですよはい、はい、でたまたまその場の流れでベーシスト来なかったから仕方なくベースを弾き始めた、うん、彼女は指で弾くなんて発想がないわけですよです、ね、ずっとギターをピックで弾いてたから、うん、ギターギターからベースに持ち替えても同じようにピックで弦を弾くわけですね、はい、普通のベーシストはその発想がそもそもなかったんですよ<ー>弦を弾くのに指じゃなくてピックを使うのっていう発想がまずなかった うん、それを始めたのうちの一人がねキャロル・ケイというふうなに言われてるんですよすで指の腹で普通弦を弾くのをピック、はいまあ、プラスチックの破片で弾く分、はい、彼女のサウンドはねちょっとカリッとしたコリッとした成分があるんですよんなんかちょっと硬めの音っていうかだからね、うん、こういうラジオなんかでもベースラインが非常によく抜けてくるんですよね。 そんなねサウンドにもちょっと注目してお聞きいただければなというふうに思いますロックの歴史に残るこのイントロのベースラインこれがキャロル・クイですビーチボーイズでグッドバイブレーション お送りしたのはビーチボーイズの大傑作ですグッドバイブレーションズをお聴きいただきました、えー、この曲のベースキャロル K が弾いてますキャロル K がねまたね写真で見るとかっこいいのよ、はい、ぜひ画像検索してほしいんですけど、はい、ファッション雑誌から飛び出してきたようなね結構尖ったサングラスにミニスカートを履いてエレキベースを抱えているという本当にねなんかもう見た目がねかっこいいんだよなでまたこの その当時ほとんど他のミュージシャンが男性でしょそのレッキングクルーっていうスタジオミュージシャン集団の一員だったんですけど、はい、ドキュメンタリー映画にもなっていて、うん、それを見るとねほんと全くその男どもに負けずに立ち向かっていく感じがすっごいかっこいいんですよ <laughs> そんなキャロル・系について今日はお話をしました <laughs> <laughs>